あ、ユキコの、民泊ホストです。あ、家主、家主同居型の民泊ホストのユキコです。ですね、この間の土曜日、あ、2日前の土曜日に、まあ、タウンハウスの管理組合のミーティング、まあ、1年に一度、いや、もしかしたら1年に2回だったかもしれませんけども、まあ、まあ、仮に半年に一度だったとして、まあ、私たち半年前にはちょっと行かなかったんですけど、まあ、大体いつも12月の、まあ、上旬あたりにあって、で行ってきたんですね。で、去年の12月にもう、もう心臓がもうビクッとなる話題というか、まあ、話題がちょっと出たんですよね。その、まあ、いわゆる民泊について、Airbnb をはじめとする民泊を、まあ、OK とするかどうかみたいな、ちょっとそういう話が去年出て、もうちょっとギクーとか思ったんですよ。だけど、今回はビクビクしないで出席したんですね。なぜかというと、まあ、例えば、まあ、ここはワシントン DC 近辺のメリーランド州で、まあ、ちょっとこの辺の、まあ、法令というか条例とかちゃんと調べたわけじゃないんですけども、まあ、例えばニューヨークとかベルリン、ドイツのベルリンなんかだと、まあ、アパートの場合、まあ、家にちゃんとホストがいれば、まあ、OK っていうことが書いてあったんですね。で、まあ、それもまあそのはずというか、まあ、ホストがまあちゃんとそこに住んでいれば、まあ、ゴミ出しとか、騒音だとか、あと火事が起こった時、まあ、逃げるの助けてあげたりとか、まあ、やっぱりホストがいると、まあ、いろいろ安心できるっていうことで、あ、じゃあ、私たちいつもゲストがいる時はいる、私たちもいるので、まあ大丈夫だと思って安心して、まあ、出て行ったんですね。出席して行ったんですね。で、まあ、例えばうちなんか、まあ、割と良心的というか、家の中の4分の1ぐらいしか使ってないのでね、そのAirbnb に。で、確かドイツのベルリンだと何十パーセント、あれ 50%、 40% 以上は使ってはいけないとか、なんかそういうのをちょっと言ってたんですけど、うちなんか4分の1ですから、まあ大丈夫で、泊まるゲストは一応3人まで OK とはプロフには書いてありますけども、大体いつももう1人しか来ないんですね、ゲストさんは。ゲストの人が出張で、まあ、メリーランド州に来るっていう、まあ、そういう感じなので1人しか来ないんですね。で、まあ、もしこれがですね、まあ、たとえ家主同居型であっても、まあ、悪質な民泊であれば、その玄関を開けたと同時に、その二段ベッドがもう何台も置いてあったりとか、まあそういうのはまあ悪質だと思うんですよね。だけど、まあ、うちはもうベッド一つ、ソファー一つなんでね、もう安心して管理組合のミーティングに出かけました。で、そしたら何のことはない、まあ、結局のところ民泊だ、あ、Airbnb をはじめとする民泊の話はもう全然出なかったんですよ。で、去年はその管理組合の理事長の人が、もしもね、僕たち、まあ、その管理組合の理事長ってもう引退した方で、多分60代後半か70代前半なんですけども、もしも僕たちが世界中クルーズの旅とか出る時に、Airbnb のゲスト泊まらせたいとか言ったらどうしますかみたいな、まあ、ちょっとそういう私ぶりで
言ってらしたんですね。で、まあ、やっぱり民泊やりたい人って自分たちが留守の時にみたいなことをよく言うんですよね。で、まあ、まあ勇気あるなとか、まあ私思うんですけども、で、あの、まあてなことで今年はもう全然その話が出なくてちょっと残念でした。で、あの、まあ管理組合のミーティングで、まあ、近所の人が集まるんですけども、あのですね、まあ、会いたくない人がまあ来てましたね、まあ、残念ながら。あの、まあ、今年の春に私に怪我を負わせた犬の飼い主が来てて、で、まあ、その後私の主人の、あの E メール、あの、まあ、もしもねアニマルコントロールとかから連絡があったとしても、あの、まあ、僕たちからじゃないからって、多分病院からだろうってことを言ったんですよ、私の彼が。だけど、まあ、その近所の人はそのメールを、まあ、無視したんですね。で、あの、道は他にもあるのにいつもうちの前を歩くんですよ、その犬を連れて。で、も私もなんかもう、なんでしょうね、こう自分に危害を加えた人にもヘイコラするのもうんざりなんで、もう顔も見たくなかったんで、もう目を合わせないようにしてたんですよね。まあ、なんか向こうはちょこっとだけ私の方を見たかもしんないですけれども、まあでも、まあ、運がいいんじゃないですか、こういう、あの、まあ、おとなしく、まあ、泣き寝入りしてくれる人が相手で、まあ、よかったですねって感じですね。まあ、だけど、うん、まあ、彼らもね、まあ、例えば、まあ、家族が増えたとかそういう状態になったら引っ越すんじゃないかなと思うんでね、まあ、家族が増えてタウンハウスってちょっと手狭なのでね、なので、まあ、早く引っ越してほしいなっていうふうに思いました。まあ、私もよっぽど、あの、その安全性、安全面っていうことでもう人前で恥かかしてやろうかなとかちょっと思ったんですよ。だけども、まあ、私48年間生きてきて、こうちょっとでも自分の権利みたいなものを主張しようとすると必ずごちゃごちゃになっちゃうんですよ。で、あの、結局なんかこう、まあ、自分のためにまあ立ち上がろうとすると結局ぐちゃぐちゃになって、で、あたかもなんか私が悪い、こっちが悪いというか、なんでそういう話の持ち出し方をするんだみたいな風に言われちゃう。で、あの、まあ、私は、まあ、大体、まあ、48年間、まあ、大体のことは、まあ、布団かぶって泣いて、まあ、泣き寝入りとかそういうことは、まあ、よくあったんですけども、だけども、あの、まあ、長い目で見るとね、まあ、例えば、あの、私に理不尽なことをした団体って、まあ、大体、あの、まあ、没落してるんですよ。例えば、あの、まあ、私の初めての雇い主はお嬢さん2人とも、まあ、当時30過ぎかな、でまだ独身だったし、で、あの、ミシシッピ州の時、まあ、新聞社でアルバイトをしてたんですけども、その会社だって、あの、私たちがいなくなった後ハリケーンカトリーナとかあって、でその後マネジメントがなんか変わっちゃったみたいだし、で、あの、まあ、私の出た学校もなんかかなりなんか偏差値が下がっちゃったらしいんですよね。で、まあ、うん、まあ、私は、まあ、いじめられ体質とかいじくられ体質とかそういうのがあって、だけども、まあ、私に暴言吐いた女の人たちって、まあ、大体、まあ、不幸になってんですかね。まあ、ある人は、まあ、旦那さんが浮気をし、ある女性は彼氏が浮気をし、
ある女性はまあいまだに、まあ、50近くになっても独身って人もまあいますし、まあそれなんでね、まあまあそういう、まあ私を理不尽に扱った団体は大体没落っていうのを、でそれらの共通点は、私はおとなしく、まあ布団かぶって泣いて、まあ泣き寝入りしたっていうのがまあ共通項なんですよね。でもしも私が、なんかこう、まあ、トーク力とかを向上させて皆の前でかっこよく鮮やかに、まあ、その私のに怪我させた人を恥かかせたとしたら、もしかしたらそういう人にはまあ天罰とか下らないかもしれないんで、まあいいかなっていう、今まで通り泣き寝入りしてもいいかなっていう、ちょっとそういう気持ちはまあ持ちましたね。でまあそういう、まあそういう感じでございます。でまあまあそりゃ生きてれば時々まあ理不尽なこととかたまたまあっても、それでもたまにですけど、まあ、いいこともあるんで、まあ例えば病院の通訳の仕事をドタキャンされたですよ。でドタキャンされたってことは、私働かなくてもまあアルバイト代もらえるとか、まあ、そういうこともあるので、まあいいこともあるのでね、はい、まあでまあもしかしたら管理組合だって本当は私たちが民泊してるのを知ってるのに黙っててくれてるかもしんないって思ったんですよ。その管理組合が Airbnb のページ見つけて大騒ぎしたりっていう、そういう話を聞くんですよね、まあ、Facebook の勉強会とかで。だけどそういうこともまあ言ってこないし、まあってことで、まあまあまあ楽しく暮らしております。ではまあ12月、まあユダヤ教のハヌカの次はキリスト教世界のクリスマス、そしてその翌日からはクワンザっていうのはアフリカなのか、あ、Do you know if クワンザ is African or Caribbean or I'm not sure.まあ、maybe American 、まあ、クワンザという、まあろうそくの形はハヌカのメヌーラにちょ、まあ、よく似てますけれどもね、はい、まあそういうことでございます。では失礼いたします。皆様も、理不尽な思いに泣いてる方々、まあ、お天道様見てるんでね、はい、お互い、まあ、頑張るっていうのは言い方悪いですけども、まあ、まあ、続けていきましょう。では失礼します。